諸純健治は、福島県藍津若松市出身の元プロ野球選手、コーチ。愛称は、諸さん、諸。学法石川高校時代に、昭和61年夏、昭和62年春と甲子園大会に連続出場した。この時のチームメイトに、伊藤博康、佐久山和秀がいる。その後、法政大学から日立製作所を経て1993年の、 ドラフト5位で千葉ロッテマリーンズに入団した。入団時の背番号は00。プロ初出場を果たした1年目の1994年4月13日の近鉄戦で、放題同級生である高村優からプロ初安打を記録した。2年目の1995年、ボビー・バレンタイン監督に女の子のような投げ方をする選手だと言われながら、一番中堅手として定着。 規定打席にも到達し、打率290、24盗塁を記録した。1999年には2度目の規定打席到達とともに打率280を記録している。2002年はアルトロペスが持つ球団記録の26試合連続安打に次ぐ24試合連続安打を記録した。2004年オフの契約公開時には、この年、 B クラスとなった他球団のうち、自分の成績に近い選手25名の年俸一覧表を持参して交渉したものの、前年比20%ダウンの提示を受け、おかしい、こんなことは許されない、と発言した。2006年9月19日に出場機会の減少から引退を発表し、24日の北海道日本ハムファイターズ戦を最後に13年間の 現役生活に幕を下ろすこととなった。2006年は20試合の出場だった。引退試合である2006年9月24日の北海道日本ハムファイターズ戦で1番センターでスタメン出場。初回、投手、金村暁からしぶとく、センター前ヒットを打ち、大歓声の中そのまま、ダイソー、竹原直隆と交代した。1回裏終了後に、 放題時代、後輩であった、日ハムの稲葉敦樹から、花束が贈呈され、同じくこの年引退する、新庄強しも拍手を送った。ちなみに、新庄もこの試合は、レギュラーシーズンとしては、現役生活最後の関東地方でのゲームだった。試合は、清水直行が、力投、大塚明、西岡強し、今江俊明等が活躍し、最後は、 ベニー・アグバヤニの満塁弾で逆転勝ちを収め、書籍の引退に花を添えた。ベニーは、モロさんの引退試合で負けるわけにはいかなかったと、コメントしていた。試合後の引退セレモニーでは、選手を代表して、同い年の堀光一、スタッフ代表のほか、自身の長男からも花束が贈られ、スタジアムは涙と笑顔に包まれた。この時書籍は、セレモニーの段取りを、 よく理解していなかったらしく、花束を受け取る前に勝手にマイクを手に取り挨拶をしようとし、司会から、もろさ、うん、そんなに焦らないでください。と突っ込まれていた。書籍がライトスタンド前に向かいファンに別れの挨拶をしようとしたその時、ライトスタンドから大声援と共に、ものすごい量の新聞紙で作られた紙吹雪が一斉に空を舞い、書籍は真っ白のその中に消えた。 紙吹雪は、ガイア応援団や、マリーンズビクトリープロダクションズの呼びかけを受けた、ファンによる演出で、引退試合の際にのみ、特別に承認されているもの。紙吹雪はやむことがなく、書籍がスタジアムを一周した後もライトスタンドから、紙吹雪が舞い続け、セレモニーが終わるまで絶え間なく、舞い続けた。その量は、マリーンスタジアムの人工芝を覆うほどであった。 引退セレモニーの最後には、ホームベースにシートがかけられその上にクールによって水が準備され、まず本塁から一塁にヘッドスライディング、続いて牽制された設定で、一二塁間から再度ド一類にヘッドスライディング。その後二塁へ盗塁という設定でヘッドスライディングし、最後に大当たりを見て三塁を蹴り、水しぶきを上げながら本塁へヘッドスライディングする書籍の代名詞。 ヘッドスライディングが強調されたものとなった。すべてのヘッドスライディングを終了後マー君にマイクを向けられ、普通に引退させてくださいと観客の笑いを誘う一言の、あと、最後に、水の上を滑れて幸せでしたとファンに向けて挨拶し、13年間の現役生活に幕を閉じた。2006年に行われたフェニックスリーグからコーチとして参加した。背番号を73とし 2007年は2軍のバント圏外野守備総類コーチ、2008年からは1軍バント県一類ベースコーチを務める。2010年は外野守備総類コーチを務めた。2011年に編成部調査担当としてフロント入りを果たし、2012年12月には東京六大学及び埼玉、北関東の高校生を担当するスカウトとなった。 2017年11月24日に、ニクン外野守備走塁コーチとして8年ぶりに現場復帰することが発表された。背番号は83。晩年は打撃の衰えもあり、外野の控えに回ることが多かったが、安定した守備と走塁の技術があり、特に守備では、外野手としては、弱型だったものの年齢を感じさせない、ヘッドスライディングキャッチなどガッツ溢れるプレーを見せた。 それが元で顔にすり傷を負ったこともある。時折見せるコミカルな動作や馴染みやすいキャラクターから、出場機会が減ってからもファンに非常に愛された。彼が守備に着く際には、スタンドから、モロコールが起こった。雨で試合が中止になった際、ホームのダートサークル上の、水の溜まった防水シートにヘッドスライディングするパフォーマンスが、 ファンの人気を集めており、一軍コーチとなった2008年は、雨のヘッドスライディングが、球団イベントとして企画されていた。8月17日の試合が、降雨ノーゲームとなった際には、40前だし、やらないよと最初は拒否していたものの、ファンからの著籍コールに応え、防水シートへのヘッドスライディングを披露した。ありがとうございます。